ポケモンガール開封チャンネルへようこそ、トリピです。ということで、今回ですね、こちら開封していきたいと思います。白銀のナスと漆黒のガイストのジャンボバッグセット、結構でかいんだけれど、これが何かっていうと、もう簡単に言うとお得な商品なんですよ。強力なポケモン部位、まあ黒馬か白馬か、どっちかが絶対に手に入る、まあちょっとテキストが違うんだけど、まあそういう商品なので、それがね、1ボックス分、まあ5000円分あるんで、開封していきたいと思います。全部でね、これ6パックあるんだけど、まあ、この中にね、さっき言ったプロモカードの他に、普通に、パックが確か2パックずつ入ってるんですよ。なので、はぁ、これだね。あ、白馬が当たっていく。これバランスよく出てほしいな、マジで。白馬と黒馬、どっちが来るかわかんないけど、バランスよく出てほしい。で、この白馬のバトレックスの中には、こんな感じで、たっぷりバケツのミラー仕様と、あとは、ウォッシュ、水エネルギーだね、が入ってますと。ちなみに、この、白馬についてなんだけど、ヒットポイントとかは同じだけど、普通に、パックの方から出るやつとは、まぁ、若干技が違うって感じで、まぁ、どっちかな、正直もう、パックの方は200点ダメージ出るけど、まぁ、こっちはエネオを垂らししなくていいみたいな、一応言ったんだけど、多分パックから出る方が強いかな、みたいな、そんな感じかな。あとは、こんな感じのポケモンのコインが白馬入っておりました。で、一番大事なことなんだけど、これね、2パックずつで、まあさっき言ったけど、これが全部で6あるってことは、24パック、合計で剥くことになるんだけど、まあ30パックで1枚の、SR の確率だから、普通だったら。まあこの開封動画で、1枚以上 SR 枠を出せたら、まあそれは確率を超えたってことで、俺の中ではアドです。ということで、早速やっていきましょう。白馬から行こう。いや、俺は出す。強気に行こう。こういう時は強気に行く。いや、なんだかんだでこういうの出やすい説あるからね。あ、いやいや、まあ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 、いいよ。悪くない、サーナイト。で、しかもこれもうバラガイみたいなもんだから、もうポケモン、なんだ、なんかくっついてる。ポケモン V とか、もう出れば出るだけ。あとだから、正直普通にここで、白馬、おっと、光ってないか、SR? あーし、SR じゃん、HR かと思ったら、ルガルガーンってございました。おい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 。焦らせるなよ、俺を。いきなりちょっと、神引きしちゃったかと思ったわ。見ていきたいと思いまーす。はい。これね、ちなみに、これは深夜に、コンビニを、1時間40分ぐらい探し回った結果手に入れた、やつなんで。俺は、おーセレビー VMAX! 来ちゃー。まあ、ここでセレビー VMAX! 来てくれるの全然ありだよ。今回に限っては正直ありです。はい。ということで、2パック目見ていきましょう。これ俺ボックスで購入したけどさ、白馬と黒馬同じ割合とかあんのかな、それともバラバラなのかな。とりあえず、さっき白馬だから黒馬がいい。おーい、いいじゃないか。黒馬 VMAX を当てていく。これも開けます。こっちは怪しい缶詰かな。で、流れ的には多分ホラー超エネルギーになるでしょう。ちなみに、こっちの黒馬 V に関してはエネ加速できるんだよね。自分のガラシから超エネルギー1枚入れるこのポケモンにつけるみたいな、そんな感じで、普通にあと打点も出るんで、まぁ、一長一短なんだけど、ワンチャンこっち使っても全然いいような気がする。黒馬については、まぁ、ありだわ。で、怪しい缶詰と、ホラー超エネルギー。いや、でもいいよ。ぶっちゃけね、全然パック買えなくて、その、黒馬系がワンチャン揃わない可能性があるみたいな話をずっとしていたんで、ここでね、とりあえずは、デッキに入れれるカードが手に入るっていうのは、熱いです。この、普段さ、俺ポケモンカードの、新商品とかはもう絶対にさ、買うべきみたいな感じで毎回動画撮ってたんですけど、まあ、今回に限っては買うべきっていうか、もう多分買えないと思うんで、そういうタイトル付けづらいっていうのがしんどいところ。あー、悪くない。雪目の子さんが当たっていく。でもって、こっちは、なんか、うっ!これは HR かと毎回思っちゃうんだけど、全く同じじゃないか。全く同じカードで、全く同じように HR かと思ったわ、今。本当に。ルガルガーンで。はい。じゃあ、漆黒のガイスト行きましょう。優勝。漆黒のガイストで、クソいい当たりを引いて神々にする。ドガース叩っこ。いやー、まあ。そんなにすぐ、うまくはいきません。はい。ポワルンちゃん。うわー、まあ、レアはなんか、レアは結構出てるんだけど、まだですね。さあ、それじゃあ3パック目見ていきたいと思います。まあ、これがどっちか。あ、白馬。今のところさ、白馬、黒馬、白馬って、順番になっている。いきまーす。ラルトス、ちょっと待ってくれ。ルガルガーンが、3枚目なんだけど、そんなことある?
そんなに出ることある？で、こっちが、はい、色字化、ジペッタ、インパクトエネルギー悪くない、悪くない。インパクトエネルギーは悪くない。ルガルガン3枚目ってことはもうこれ本当にさ、あれだよね、なんかボックス単位で入れてるとかじゃなくてさ、完全にもうバラバラで入ってるみたいな、そんな感じだな。だって普通に考えて1ボックスでもルガルガン3枚出ることなんかないもんね。そういう意味では、やっぱ SR が、まあ2枚3枚出る可能性あるんだよ。だから出しといてほしい。いやー、欲張りせー。まあまあまあ、レアがめっちゃ出るけど、レアめっちゃ出るけど違うんです。さあ、それじゃあ4パック目。もう半分超えてしまってるけど、あ、やばい！白馬だ。黒馬じゃない。まずいまずいまずい。白馬3枚目になりました。白馬3の黒馬1。じゃあ、まずは、ランスから、見ていきましょう。お願い、お願い。なんか、あー、残念すぎる。残念すぎる。ここで一発逆転したい。いや、カード1枚出たら、逆転できるから。まだ大丈夫。ま、うおっと？これは？普通の V か？いやー、トリグロス V！ あ、惜しい！正直惜しい。まあ、でも、V で、出るだけ、出るだけあの、出るだけあの、どんどん出してくれ。アブリー、ここ、漆黒ね。ガイストね。電流、まあ、ラッキーエネルギー。ラッキーエネルギー、汎用系が出てくれたら嬉しい。スリープ、おっと？おっとっとおっと、かなりこれは、調子悪すぎる、みんな！助けてくれ。なんだかんだね、これ1ボックス分の値段はしてるからね。5000円は出してるから。え、あと、ここ、黒馬よし、オッケー！耐えた！耐えてる。黒馬耐え。黒馬マジで耐え。そろそろ出てもいい頃なんだ。そろそろ、雪目の子か？雪目の子、雪目の子も2枚目だ。まあでも正直、雪目の子は俺欲しかった系のカードだから。これが出てくれてるのはありがたい。お、なんか、重い気がする。いつもより重い気がする。はい、あー、ひな、来ないか。レアは重いっていう、この俺の、もう開封に開封を重ねた経験で適当に言ってみたんだけど、外れたわ。はい、ズミさん、ファイアロー。待って、やばい。もうなんか当たる気がしなくなってきたんだけど。レアとか出ない気しかしない、もう。レリバ、おたまろ、お願い。うわ、やばい。や、え？ラス1なんだけど、みんな。助けてくれ、これ。とりあえずここで、黒馬。よし、33です、皆さん。これ33だと思います。33でこれ、来ます。1ボックスちゃんと変えたら。じゃあ、白馬と黒馬。これラスト4パックなんだけど。いきます。ヒバニー。お願い。ラプラス。いやー、メロン嬉しいけど違う。メロン嬉しいけど違う。SR枠。SR枠見てくれ。なんでもいい、もう。なんでも、キクコでいい。キクコでいいから来てくれ。メロン2枚連続そんなことあんの？やばい。マジやばい。あと2パック。うわ、終われ。闇ラミーからは、やばーい。大丈夫、俺持ってるからみんな。ちゃんと持ってるから。これで決めます。あ、今光ってなかった ?SR じゃないこれ。ワンチャン、本当にワンチャンあるぞ。手喧嘩に、マジ持ってる !SR 来る。くそーいや、待って、みんな。こんなこともあろうかと。1パックだけ、違うところで、購入できました。このボックスはコンビニで買ってたんだけど、これだけは、普通になんか、お一人様1パックっていうカードショップで購入していたんで、本当に家にある、最後がこれですが、ここでいきます。あと、黒馬欲しい。おー、いいじゃん。はい、これで黒馬4枚揃っていく。来るでしょ、SR。もう来る気しかしない。見てきまーす。はい、オッケー、大丈夫。来る。白銀ナナス、いきます。お、一撃トルネロスートルネロス、まあ、でも出てくれるだけありがたいよ。出てくれるだけ。まだ雪原とかも来てないね。雪原とか、雪道も来てないね。真っ喧嘩に、おーおーおー、困る、おー。レアが抜いていく。さあ、ラストでございます。大丈夫。出る。ほら、見て。光ってるもん。この光り方、もうレアです。はい、お疲れ様でした。さあ、ということで、今回の、ジャンボパック1ボックス分と、さらに追加で1パックの開封結果になります。
SR 以上枠1割も出なかった。終わった悲しすぎる。まあでも正直ね、強がってないけど、普通にこれが顔にできて開封できてる時点で俺の勝ちだから、みんなそれだけ忘れないで。あ、言ってなかったわ。もうここもね、欲しかったし、俺ここ欲しかったから、これはもう正直全然ありですよ。ということで、今回これがなります。お疲れ様です。うわぁ。